はい、皆さんこんにちは。今回の中央研究をさせていただきたいのは、今カナダのバンフにいます。カナディアンロッキーの拠点となる、都市である、バンフ、そしてバンフから、国立公園いくつかあるんですけどね、昨日おとといで行ってまいりました。で、今いるのは、バンフ市内の、ボーリバー、川がすぐそこにあるんですね。そこのところの遊歩道のところのベンチに座ってます。で、今回私が研究させていただきたいのは、テロ、ヨーロッパで起こったテロに関して研究させていただきたいと思います。まずスペインのバルセロナにおいて、中心街のランブラス通りにおいてですね、車が突っ込んで、イスラムの過激派のね、 IS が声明を出してるんで、IS が、やった、犯行であるんですけど、ランブラス通りっていうところを突っ込んでいって、数多くの方が亡くなり、数多くの方が負傷されました。これに関してはね、亡くなる方々のご冥福をお祈りさせていただくともに、負傷された方々の早期回復を願っております。断じて許すことができない、こういったテロに関してなんですけどね、これからやはりもっともっと起こってくるんではないかなと思います。そしてその後フィリピンのことのトゥルクにおいても、同じように、テロが起こって、犠牲になった方もいらっしゃったんですけどね、双方とも行ったことあります。スペインに関しては、過去4回訪れてます。スペインのバルセロナ、バルセロナを訪れた時は必ずと言っていいほど ランブラス通りで訪れてるわけですけど、皆さんぜひともね、このチャンネルアキーラさん、ランブラス通り、ランブラス通りね、打っていただくと、このチャンネルもしくは別チャンネルの方で現地で撮影したものをアップしてますので、どのような通りかと見ていただければと思います。で、ランブラス通りということで必ず訪れてほしいです。で、道がですね、旧市街の外れからコロンブスの像が立っている塔のところマリーナ地区までですね続いているわけですけど、距離でいうとちょっとはっきり覚えてないけど700、800メートルぐらいあると思うんですけどね、その中ところにレストランとか、バーですね、飲食店が、こう連なってます。そしてお土産さんがあります。そのところを、車が突っ込んでってですね、人々がどんどん跳ねていったということです。そこはもともと遊歩道なんですね。なので、見ていただければと思うんですけど、トルクに関しては古都ということでトルクの大聖堂って有名なんですけどね、非常に綺麗な都市です。ヘルシンキから、電車で 2、3時間で行けるところなんですけど、そちらにおいて、フィンランドというフィンランド政府に関してもですね、実際フィンランドの諜報機関が事前に、テロが起こり得るということで、テロの警戒度を上げていたところでした。フィリピンの、当局が、そのテロの疑いがある人物が流れ込んできているというのを把握はしてたんですけど、それに関してはやっぱりね、逮捕するまでいかなかったわけで、事前に防ぐことはできなかったんです。非常に残念ですけど、今 IS の組織がもう壊滅状態にあります。そんな中ですね、世界各地に、ヨーロッパに関してもそうです。で、ヨーロッパなんかだとね、中東から入りやすいのが事実です。スペインなんかだと、モロッコから密入国してくる人々、北アフリカから密入国してくる船がいっぱいあります。そこに偽装難民として入ってきて、数多くのね、テロリストが入ってきてテロを行うということがあります。スペインに関しては今から12年前にマドリッドにおいて、マドリッドのアトーチャ駅とか他のところをね、爆破されて数多くの方が亡くなったことでね、記憶に新しいんですけどね、今回バルセロナに起こってしまったということでございます。これから、フィリピンのミンダナン島なんかもそうです。いわゆるイスラム国 IS 系の組織がですね、それに感銘を受けたイスラムの過激派が世界各地に散らばって同じようなことを起こすと思います。特にイスラムの、国々もしくは欧米です。アメリカなんかもね、私危ないと思ってます。日本に関してもね、全くと言ってほど警戒がないってわけではないんですけど、今のところはやっぱり引き続きではないので割と安心はできるんですけど、ただ、イスラムの過激派のテロリストもいないってことはないんです。これは実際いるんですけど、でそれに関してもね、外事参加であるとか公安であるとかが、実際それはマークはしてるんですけどね、とにかく、こういったテロに関しては打つことできないんですけどね。ただこれから、もっとね、こういった、ね、テロは起こってくるだろうと思ってます。私もいつね、これから危険な地域に国に行きますけど、いつらテロの被害に遭うか分かりません。それはそれで運命かなと思ってるんですけどね、頑張ってまいります。